熱烈リツリーズ判定へようこそ。本日は秋のチャーハン祭り、ついに今日はチャーハン祭りラストです。はい、というわけで今日ですね、ラストは超シンプルネギと卵だけで作るネギ玉スープチャーハンを作っていきたいと思います。それではリッツクッキング。はい、では本日の材料です。ネギが1本分、卵は1つ、鶏ガラスープ、生姜、ご飯1人前です。今日はまず卵を白身と黄身に分けます。白身をこっちによけといて、ゆるんで、黄身ちゃんを卵に混ぜて、こちら黄金チャーハンの素に、もう卵かけご飯になっちゃった。鶏ガラスープを小さじ2分の1ぐらい、卵とスープとご飯を混ぜて味をつけていきます。ではまずスープチャーハンなので、スープの素をちょっと大きいので作っちゃいましょう。はい、水 100cc、 鶏ガラスープ、小さじ1で、この間よくこれも火つけとこうと、ネギをね先に隠し味に紹興酒を小さじ2分の1ぐらい、じゃあこういうと結構中華料理っぽい味になると思います。こちらも油を油で入れていきます。ごま油を小さじ1ぐらいいつも入れてます。はい、ここにこの黄金チャーハンの卵黄ご飯を投入だ。火を強めて、このチャーハンを火を強めていきます。ね、途中でネギを加えます。ネギ結構多いですね。ご飯もちょっと少なかったので、いいですね。ほいほいほい。パラリン。いやー、カレーになってます。ほい。ほい。あー、こぼれました。ぬれんが入った。はい、じゃあ、ここで塩を。塩を。塩を。コショウを。はい、ではこちら一旦まずはチャーハン部分が完成です。取り掛かります。そう、生姜入れるの忘れてました。生姜先に入れてね。で、生姜を溶かして、今度よけておいた卵白ですね、こちらを火を強めて、スープを煮立たせたところに投入して、シャワーンとしていきます。こちらの卵白スープを注いでいきます。はい、ではこちらの本日の卵とネギのスープチャーハン完成です。はい、こちら本日のネギと卵のスープチャーハンです。では味見してみましょう。リッツクッキング。お待たせいたしました。本日のメニュー、卵とネギのスープチャーハンでございます。では完成です。じゃん、じゃらーん。結構このネギのね、緑部分と卵の黄色と、この周りの白のふわふわの海、いいんじゃないですか。ちょっと色のコントラストがいい感じだと思います。じゃあちょっと食べてみましょう。今回もチャーハンはパラ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 のパラチャーになったので、はい、リプレイ。先週本日も素晴らしいパラパラ具合でしたね。はい、というわけで早速食べていきましょう。いただきます。ね、チャーハンの今日ご飯が少なくてさ、なんかもうちょっと本当はさ、上に持ってて欲しかったよね。なんかもっとさ、盛りってした中に横にスープっていうのが理想なんだけど、ちょっとね、ご飯がね足りなかったです。はい、というわけでチャーハン食べましょう。いただきます。うん、うん、うん。あ、
美味しいわ。これはこれでシンプルイズベスト。卵とごま油の旨味がしっかり効いてます。うん、あ、これはこれでいいな。あの普通の町中華のチャーハンって感じの味がする。あとはじゃあスープもね、今回スープチャーハンですから、スープと一緒に食べなきゃ意味がないでしょ。というわけでスープとチャーハンを、スープをちょっと浸してサラサラのお茶漬け感覚で食べるような感じで食べていこうと思います。うん、うん、これはなかなかやった。スープが割としっかりしっかり味かも。シンプルチャーハンの相性がいいと思います。これいいですね。あのただのチャーハンとは違う、ちょっとおや、ちょっと豪華っぽいぞ、今日はごちそうですかみたいな気持ちになれて、ハッピーな気持ちになれると思います。リツクッキング、はい、ではこちらの卵とネギのシンプルチャーハン、んシンプルスープチャーハン、はい、こちらはヤミコリツです。はい、一応チャーハン祭り今回で締めということなんですが、なかなかね、ちょっと見てくださった皆様わかると思うんですけど、チャーハンが待ったんですよ。最後はちゃんと舞いました。これはもう進歩ですね。もうね、日進月歩、はい、日夜進化しているということで、実はこれからも美味しい中華を作れるように頑張っていくと思います。はい、ではね、チャーハン祭りで結構1ヶ月みっちりチャーハンを作ってなかなか上達したんじゃないかと思うので、これで一旦チャーハン祭りは締めにしようかなと思うので、なんか美味しいもの祭りをしたいな、そのうちまた。はい、何かこの特集祭りをやってほしいぞっていうリクエストがありましたら、コメントまでくれたら嬉しいです。はい、あとはね、最近ねやりたいなっていうのが、あのカルディの結構美味しい、なんかあるじゃん、なんちゃらの素みたいな、そういうのをねちょっと作ってみた的な感じで、食べてみた的なやつをやっていこうかなって思ったりもしてます。はい、あとはメイドさんのやつもね、最近見てないでしょメイドを。そうですよ、私のこと忘れですかって出てきますよ、ここにほら出てきた。はい、そんな感じで、まあ、メイドさんシリーズとかもいろいろやっていくので、他の動画もよかったら見てみてください。はい、ではそれではチャンネル登録をまだしてない方は、今すぐこちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では他のこれからもよろしくお願いします。ではでは、再見。リツリツ